こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、茨城県ひたちなか市の、勝田駅の西口に来てます。ここからですね、まあ駅の周辺をねぐるっと歩きたいと思うんですけども、西口はね特に何もこう何て言うんですかね、街っていう感じではないんで、東口の方にね、渡っていって、で、駅のね周辺を歩いていきたいと思います。JR の駅とひたちなか海浜鉄道の駅が駅になってるんですね、勝田駅。3月はですね、まあ前半が神奈川県で、中ぐらいは岡山を、ね、歩いてきたんですけども、後半は、茨城県の町をいくつか回ろうと思います。常磐線なんですかね。新型コロナウイルス感染症の新型あんこ、美味しいですよね。もう季節は終わってるんですかね。なんか冬場に食べるもののイメージがあるんですけども、スタミナラーメン、ちょっと冷やしがあると面白いですね。あとタコ、海鮮丼、パンコーナーで11月から3月頃にかけてパンコーナーなんですね。あと干し芋、なんか一口泡なんかどれも美味しそうですよね。エスカレーターの近くでは遊ばないようにしましょう。ひたちなかはやっぱり海浜、国営のひたち海浜公園が有名ですよね。僕も一回来たことあるんですけども、ここからはかなり距離があって、もっと浜の方ですね。駅前のカフェがあって、結構にぎわってますね。
これは美容室で、向きはこんな感じです。もうちょっとこっち側に行って撮影した方が良さそうなんですけども、ファンが辺りで開催されますよね。2000年からずっと続いてきて、2018までありますね。場所が変わるんでしたっけ。ちょっとあんまりロッキンジャパン詳しくないんですけど、木はこんな感じです。勝田駅、ここは駅前のメインストリートという感じでしょうか。街灯の形が、何をモチーフにしてるんですかね。制服を置いてるお店なんですね。そしてこの辺で一回駅の方に戻りつつ、
戻っていったですね、この左手側の方にですね、商店街っぽい、通りがあったんで、そっちの方を歩いていきたいと思います。ここはビジネス&カプセルホテル。なんか地方都市でカプセルホテルを見かけるって珍しいような気がしますね。結構やっぱ宿泊者が多い街なんですかね。彫刻がミスです。ミスサフォーク。カツタフォルム。カラーごと居酒屋です。そして向こうには七屋。駅はね、かなり綺麗ですよね。正面はアンコーナーであります。っていう商店街かが分からないんですけども、パチンコ屋さんがあったんです。ここは持ち帰りの焼き鳥とか天ぷらお弁当で結構いろんなもの持ち帰りでやってるみたいな。
商店街のね名前とかが街灯とかに書いてたりしないんで分からないんですけど、長崎屋、日付を言うの忘れてましたね。今日はですね、2022年3月12日土曜日、時間はですね3時40分、今3時40分ぐらいです。今日はパブ、山だったんですけど、ここはメガドンキホーテですね。この辺は こっちの面通り入っていくと飲食店が結構あるようなそんな雰囲気なんで、こっち行ってみましょうかね。麺酒場、麺屋、スナック、マッシュフレンチ居酒屋、鉄板焼き、これはなんて読むんですかね、これ。全然読めないんですけど、行き泉通り、そこら辺はスナックとかバーとかパブとかそういうお店が結構多いみたいです。クラブ、茨城県も3月21日までの休業要請があるんですね。岡山に今週行ってたんですけど、岡山は7日月曜日で、月曜日から解除されて、夜遅くまで飲食店が開いてました。茨城っていうのはちょっと違うんですね。東京もまだまだ解除されてないんで、でたくさん弁当が食べてますね。オール500円、
含めて2円払いました。ちょっと右行って、そして駅の方に戻っていきたいと思います。こっちにもスナックとかバーとかそういうお店が何軒ぐらいですかね、10軒近く入ってる。出てた。居酒屋さんが結構多いですね。ここも休業を再延長してるみたいで、ここ混ぜそば屋さんなんですかね。グリル混ぜそばって書いてますけど、お店はやってなさそうですかね。じゃないですよ、ちょっとバーですかね。ちょっとこの地名の読み方は後で調べて概要欄かなんかに載せときたいと思います。そしてさっき歩いてきたあたりまで戻ってきたんですけど、もう一つ向こうの筋を左に曲がって駅の方に戻っていきましょうかね。ここは馬肉料理とも決まらないですよ。とかパワーが思った以上に多くて、こっちとかもそうですね。スナックがクラブだったり、
泉町商店街、かつて泉町、今日はまたちょっと別の商店街みたいですね。夜はどんな感じになるんですかね。あとちょっと夜来てみたいと思うんですけど、今日はねちょっと他に行く予定になってるんで、また機会を作って来たいと思うんですけど、インターネットコミックカフェ、結構車でお迎えを待ってる感じなんですね、皆さん。写しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいねをしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。